上司から上から目線で話すのをやめると言われましたが、自分ではそんなつもりはしません。これは直すべきでしょうか。また回すとしたらどのように作ればよろしいんでしょうか。残念ながら上司は頭悪いですよ。なんだろうな、部下に上から目線で話すのをやめろって言ってる時点でそいつバカですよ。要は言ってることが間違ってるとか、考え方がおかしいとかであれば別にその部下として直すべきっていうのは上司として正しいと思うんですよ。なんかさ、上から目線とか超どうでもいい、だって上司なんだからお前上じゃん。その部下がどんな目線で話しても会社のポジションとしては上司のが上なんだから堂々としてればいいのに、そのなんか話し方の時点でなんかその気になっちゃうっていう時点で、その器もちっちゃいし頭も悪いんですよ。なので問題はその直すべきではなく、頭が悪い上司をどうコントロールするかっていう、その頭の悪い人をいかに刺激をしないでそのうまく乗り過ごすかっていうところの訓練だと思うので、話し方の問題ではないと思います。